さんの、そう、はい、まずセラピストゆみちゃんの占いコーナーバーチパチパチ、顔つって、まだまだ初心者なもので、そう、うち塾やってるじゃん、うん、あ、趣味でね、今ね塾やってて、まあね、来てくれる人ももちろんなんだけど、その中でも個人的に教えてる学弟子みたいな女の子がいて、その子が悩める子羊ちゃんになっているので、うん、その子はどういう風に向かってった方がいいのかを占ってほしい感じかな。わかりました。俺のパワーいらない？大丈夫です。あ、大丈夫、俺いらないんだ、はい、いらないって言う、いらないって言う。大丈夫ですよ。じゃあ行きますね、はい、何カードって言うんだっけ、これオラクルですね。オラクルカード、すごいいっぱい種類があって、すごい綺麗なんですけど、もう本当にフィーリングなので、このカードって思ったものを、あ、そうだよね、たくさん触って、でこう切ってて飛び出すカードがあるんですか、それジャンピングカードって、面白い、主張してるので、それはあの、ね、出します。ね、でもやっぱりあれですね、明るいですよ、大丈夫、先が、お、先明るい、明るくなってる、これは今なんでしょうね、で未来、未来、読んでいきますね、はい、あ、直感に耳を傾けなさいと言ってますよ。直感、直感、直感か、あなたの直感には今全面的に信頼がおける正確さがあります。自らの内なる導きに耳を傾ければ決して間違うことはありません。天使から受け取っているメッセージは本物で、信頼できると確信してください。現在の状況と置かれた境遇に関する自分の感覚を信じましょう。周囲の人たちについて彼らの本当の気持ちや動機づけなど、あなたは完全に的確に見抜いています、うん、これが真実だと確信していることを疑う必要はあります。うん、だからまあ自分の直感で選びなさいってことですね。たくさんあるけど、リカバリー、だから俺が口出すことではないってことでしょ。そうですね、ああ、そうだね、ご本人が、うん、だよね、だからその状態なんだよね今ね、うん、ほったらかしというか、あんまり意見しないようにして、うんうん、なんかね、先生がやっぱりこうやって助言しちゃうと、そっちに寄りがちにはなるじゃないですか、師匠が、うん、私もそうなので、これどっちかといえば私の技術をずっと教えてるので、うん、それをしっかりあの軸として本当は極めてほしいんだよね、うん、それからいろんなところで勉強するのは全然いいんだけど、その手前で、はいはい、ああ、まだそうなんだ、一本芯がバンと、そうなんだ、前なんです、前なのよ、だからちゃんと本当はやった方がいいのにってことを伝えてない、それよりも今泳がせてるような状態、もう好きな、好きなところ、いろんなとこ行って見てる状態でいいのかなみたいな。あ、今聞いたのは椎名先生がどう動いたらいいかってことじゃなくて、彼女がどうしたらいいってことですよね。そう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 、うん、リカバリーでいきますね。回復、回復、回復、今はあなたにとって回復と癒しの時です、うん、ここまで取り組んできた困難な感情はやがて薄れていくでしょう、うんうんうん、まだなかなかそう思えないかもしれませんが、喜びに満ちた未来が待っています、うんうん、でも今はとりあえず気力と体力を取り戻すために必要なだけ時間をかけてください。まだこのカードはあなたの回復期間がそろそろ終わるか、すでに完了したという意味かもしれません。天に感謝の言葉を送り、ワクワクするような人生の次の階段に向けて計画を始めましょう。うん、うん、うん、まだ回復してないね、でも。そうなんだ、うん、
まあなんだろう、その悩みも今必要なことなのかもしれないですね。うん、そうだね、そういうことだよ。うん、うん、じゃあ次ですね。もう一回カード。てん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 。あなたが信じるならですって。あなたが信じるなら。あなたが信じるなら。今のところあなたに必要なのは信念です。望むものを手にすることはできますが、その可能性を信じていなければなりません。うんうんうん、あくまでもポジティブに、希望通りの結果を視覚的にイメージしましょう。うん、ネガティブな気持ちや、悲観主義はすべて横に置いて、明るい展望に目を向けてください。うん、引き寄せの法則は、受け取れるだろうと期待しているものをもたらします。自分は素晴らしいものを手にするふさわしいという認識があれば、幸福を引き寄せるのです。もしも疑う気持ちに陥って自分の価値が信じられなくなったら、そのエネルギーに見合う体験をしていくことになります。あなた自身と大切な夢を信じましょう。うん、信じる、回復、直感ですね。直感、回復、信じる、信じる、まあその言葉が一番当てはまりそうだよね。そうですね。ご本人はどうしたいですか？それが見えてないから、今迷える子羊なのよ。どれぐらいやってるんですか、セラピストさんは。あ、まだだから、お知らせとかに初めて来たのが、今年からだから、今年の1月とか2月、1月から2月、1月2月ぐらいから、うん、結構最初の方は頻繁に教えてて、それが今は、うん、間が空いてる感じ。でも来月入ってんだけど、1回はこの日やりましょうみたいな。やりたいのかな。まあでも今現在はやめたんだよね、前の会社でセラピストの方に移行したくて、今勉強中。勉強中。なんかそういう自由な人の方が伸びますよね。うん、自由、うん、いやだって伸びしろがすごいありそうだから、俺が手伝ってあげたいと思って。そう、才能がありそうだから、うんうんうん、この子絶対いけるやん、この教えたくなるような感じのマインドもいいし、全てがいいのよ。センスもいいの、覚え方も早いし。本当ですか？早い、めちゃめちゃ早い。だから言えないものか。でも結果的にはセラピストの中でもアイルベーダー極めたりとか、インド行ったりとかしたいとか、タイ行きたいとか、そういう海外志向も強くて。まあでもベース大事ですかね、人生。いや、そうなのよ。本当にセラピスト人生ベースですよ。いや、ベースなんで、そこがになんかないと、うん、なんか、つまみ食いになっちゃうから。で、結果なんか10年とかやってった時に、うん、私はそうなんですけど、うん、振り返った時にベースないと、あれってなると思うんです。うん、だから今先生にありがとうと思いますよね。そうだね。だから俺が言ってる癒しの中で痛みも取っていきましょうっていうフレーズが大好きだし、私もそうなりたいって言って教えてる感じ。はいはいはい、じゃあ思うところは一緒なんですね。あ、一緒一緒、全然一緒なん でそういうことを私も結構塾では教えてるじゃない。はい、だからそういうのを覚えたいって。あ、じゃあゆくゆくは彼女が椎名塾を受け継いでそれもあるだし、先生やっていく可能性ありますよね。可能性ももちろんあるし、みんな自分でやりたくなっていくから、まあまあそうだね、いっぱい育った方がいいですよ。いや、そうなんだよ ねそうだね。でも一人のモデルケースとしてガツッと、クマさんとかもそうじゃん、はいはい、うちの塾だけでやってあれだけ頑張って、うん、横浜ナンバーワンとか、生きていけるね。技術はここでしか習ってないですよとか言って、うん、他行ってないんだって、うん、信頼塾。あと一個ね、なんつったかな、無痛整体というのに一個行っただけ。それはでも信頼塾とは全く違うやり方の、うん、でも実際にお客さんに提供してるのはうちで習った技術ばっかりを出して、横浜でね、締めの場はなったね。そうですよね、面白い。まあキャラもあるからね、キャラがいいからね。でもつぶもみばっかりやりすぎて自分が痛みちゃう。ねえ、そんなありますよね。半年かかったよ、確か。半年かかって今も痛いけどなんとかやってるって言ってた。そんななんか合わないお客さん、私やりたくないです。やりたくないってなるよね、普通ね。でも最初のうちは、熊さんも最初のうちだったから、だって全員にしっかりやりたくなる時期じゃん、まだ。1、2年生、3年生ってまだそういう時期なのよ。
ある程度経ってくるとそういうわけやりたくないとかなってるんだけど、ね、そんなこと言ってらんねえって時期ね、そうそう、その時期あったやろうなって、ホモだろうがゲイだろうがあるある、まあそういう感じね、まあでも明るい感じね、そうですね、うん、なんか悪いカードって入ってんの、ちなみに悪いカード入ってないんですけど、唯一これイエスノーが入ってるので、イエスノーってイエスノー、あと基本的なオラクルカードっていうのは、天使からのこういう風になっていくためにはどのようにしたらいいかメッセージくださいって下ろすので、うん、その工程についてのアドバイスなんですけど、うん、今これで動くべきかどうかっていうのも答えてくれるんです、うん、これは今動き出していいか、 今の感じは今のは結局今の家庭ですよ ね、 家 庭、 よね、家庭についてですけど、例えば行動今これ やっちゃって大丈夫、それともうちょっと後のがいい、うん、っていうことも答えてくれるカード、やっちゃっていいのかね、どうなのかねって、今出た、この3つ、あ、うん、聞いてる質問が違ったので、ああ聞いてる質問違ったら出ないんだ、例えばこれから出店する店を開けるの今のタイミングなのか、もうちょっと後がいいかとか、あ、そういうのとかね、もう普通のオラクルイエスのが入ってる、あ、じゃあ普通に俺のもやろうか、やりますか、うん、普通に俺はこれからどうなっていくのか、どうなっていくか、どうなっていきたいんですか、どうなっていきたいについてのを聞くので、ああ、どうなっていきたい、ああ、そうか、うーんと、じゃあね、とか YouTube が、そうだね、 YouTube のことは YouTube バズりするか、 YouTube10 万人いくかどうか、10万人いくためにはの、うん、家庭になってるとか、ね、まあ、それでいきましょう、はい、いきましょう、いいんですか、 YouTube で YouTube でいいです、いきます、占いってこうやってもらってる間に一番緊張しますよね、そもそも信じてないから緊張してないのかもしれない、本当ですか、もうなんかカード切ってる間とかすごい、あ、そう、受けるとき緊張します、さっきと違うやり方なんか、え、出すとこって決まってんの、いや、もう私の直感で、ああ、そうなんだ、はい、なんだこれ、新しいの出たそういう喜び、そうですね、これさっき出ましたね、出たっけ、もう全然覚えてない、ね、あ、これね、これさっき、うん、出たね、うん、はっきり伝えなさいですって、はっきり伝えなさい、伝えなさい、はっきり伝えなさいって何を、 YouTube ではっきり、ね、YouTube ではっきり伝えなさいってなんだこの状況は非常に的確で注意深いコミュニケーションを要求しています、うん、あなたが関係者に何を望んでいるのか、何を必要としているのか、彼らがそれを理解していると勝手に思い込まないように、うん、直接会って話し合うことが望ましいですが、できない場合は確実にコミュニケーションが取れるようにしてください、うん、このカードが出たということは関係者の間に伝達ミスがあってそれが問題を生み出しているかもしれません、うん、些細な誤解も丁寧に解いていくことで状況を癒し誰もが再び前を向いて進めるようにできるでしょう、うんうんうん、なんかこう関係者さんの間でちょっと YouTube だからミキティとの関係か、そうですね、まあ話してくださいあんまりね合わないからね、忙しいですもんね、だから撮影も月1回か2回してあるからね、それであれだけ出してるじゃない、うん、すごいですね、うん、編集しながら、うん、編集して、うわすごい、なんかでもこれちょっと鳥肌立ちますね、うん、なんかよくいいし繋がってると思ってても、うんうんうん、なかなかちょっとねこうズレが出てきちゃってるところが、うんうん、それはあるよね、前が最初からあるよ ね、 いっぱいある、うん、それ合わせる方が難しいもんね、だってね、確かに、ね、うん、ただミキティがねなんかね他の人に言われちゃうと弱いんだよね、俺は強いんだけど何とも思わない本なんだけど、何のためにやってんですかとかさ言われたり、そういう人いるんですか、いるんだって、え、あ、何のためにやって、視聴者の人ですか、視聴者じゃなくて知り合いが、飲んでる場とかで言われちゃう、まあ YouTube なんだろう、こう否定的な人もいますもんね、うん、じゃあ失礼します、あ、まあ、状況を改善します、バズりますよ、バズりますかさっき出ましたね高野さん、うん、
スリムクラブの内間くんのやつショートしか出してないからロングバージョン混ぜるかな。で今は困難に思えるでしょう、それは分かっていますよとあなたに伝えたがっています。それ天使ですね、うん、天使が。それでも状況はこれから改善していきます、うん、時間はかかるかもしれないし十中八九きつい仕事が待ち構えているでしょう、うん、でも努力をすればそれだけの価値があります、うん、そして何もかも良くなりますから、うん、今は傷ついた友情や病んだ関係に見切りをつける時ではありません、うん、まだこの先に希望は持てます。元気を出して将来的にどちらの側も満足し幸福になれるようなパートナーシップに向かって取り組み続けてください。俺一番当たってそうだ、ね、誰かでも誰かといつも関係してるんですね。ああそうだね、俺はそういう人生だね、うんうん、一人じゃないんだよね。一人じゃないんだ。そうそう一人じゃない、人間好きだし誰かと関わっていたいっていうのは強いからね。すごい、うん、良い機会、良い機会です。良い機会、良い機会です。お、なんか今やる時なんじゃないですか。やってるけど、やってるのをコツコツ継続させてるだけなんだよね。良い機会です。あなたにとってポジティブな成長と発展の兆しが見えます。うん、この好機とともにインスピレーションと洞察が得られるかもしれません。うん、それともうすでにアイデアは自分の中にあって行動を起こそうと待っていた機会がついに訪れるかもしれません、うん、チャンスが欲しいのは仕事上の変化を起こすためか家を売却するためかそれとも人生にロマンスを導き入れるためでしょうか。どんな願望であれ天使たちが可能性の扉を開こうとしています、うん、さあ扉をくぐりましょう。人生のロマンス、いい言葉ね。人生のロマンス、人生のロマンスで生きていくよ、うん、成長と発展、まあ、いい今までこう、うんうん、ね、汗と涙の YouTube もそう、うん、まあ、発展の兆しが見えるということですね、うん、いいことだ。そのためにはやっぱ人間関係も気をつけつつ、うん、そうですね、ちゃんと会ってコミュニケーション取って、うん、コミュニケーション、あと誤解を解いて、うん、解いて誤解されがちだからね、俺もね、意外とね。いやでもしょうがないですよ、うん、しょうがないよね、人とそうつながる仕事だから、うん、なんか弁護士さんみたいに私はこうですみたいな、こういう意見ですっていう仕事じゃない、じゃないからな、うん、ね、合わせなきゃいけないし、うん、そうですね、 OK です、ありがとうございます。面白いな面白いなって、自分でやってて面白いな、本当に面白いです。はい、セラピスト大丈夫でしたか。大丈夫です、あの参考になりました。練習させていただける方お待ちしております。練習させてくれる方、鶴見においでくださいませ。はい、ありがとうございました。